こんにちは。こんにちは。阪神タイガースどうしたっていうということでですね、今回阪神タイガースについてちょっと豊さんにちょっといろいろお話聞いていこうかなというふうに思います。まあね、いかがですか今年の阪神は。お前らさ、現代っ子っちゃ現代っ子じゃん。今の感覚でさ、管理野球と放任野球だったらどっちがいい？今の、放任ですかね。まあできればそっちがいいですよね。まあどちらかというと管理野球な、規制をかける、規律を決める、はいはいはい、組織を動かすことは俺すごく大切なことだと思う。だから俺阪神には期待した。でも打てないわ。打てないっていうのは甲子園が本拠地になってる、こう球場があるね、まあこうセンターポールがある、はい、こう旗がこれ旗でいいんですね。それ人生ゲームのあれじゃないですか。まあ俺絵心ないけどこう吹くんだよ。ああ風、川の風が、はいはい、ね、はい。そしたら今年台風の影響かなんか知らないけど、はい、全部こういう風な風が吹いてる感じがする。こっちが中に向かって全部逆風、打球は伸びない。だから阪神を本拠地にしてると点が入りにくいっていうの。あ、ちょっとでやっぱ作戦もだよ。作戦もですね、はい、まあ、ランナーこう一塁に、はいはい、ノーアウトランナー一塁、回としたら5回とする。5回、はい、2点から3点負けてる下位打線どうせる。まだ5回であれば送ります、うん、送る、はい。まあ、僕も送るかなと思います。正解、はい、やっぱずっと見てると送らないんで現に打てないでしょ、はい、そしたら1点ずつ重ねて1点から2点になるような攻撃をし、うん、はい、あとはピッチャーに頑張ってもらうしかないで、やっぱ打たすんだよ。打って一気にっていうことを狙っちゃうんだよ、2、3点を。例えば今チームがどういう現状かと、打てない現状であるんだったらどういう作戦がいるんだとか、そういうことが的確に行われてないっていうのがやっぱ低迷の一つになる。それと途中でこういうことが起こった。よく見てると 0-2 追い込んだ状態から打たれるケースが、これを回避するためにツーナッシングからボールを投げろという、おそらく指示が出たんだと、うん、そしたらもうね、フワーンと外すんだよ。気合いのじゃなくて何の意味もない。俺、金本監督っていうのは、はい、すごくいい規律を作ったと思うんだよ。でもそういうことがやっぱなんかこう、反旗翻してるような、そんな感じに見えるんだよ。だからそういうことがやっぱあからさに見えるとチームっていうのはうまくいってないのかなって思っちゃうよね、うん、なるほど。伝え方だな、だから、だからどう伝えてるのかちょっと分かんないけど、はい、力はあるチーム、伸び盛りの選手もたくさんいるし、だから楽しみではあるんだけども、しっかり地固めしていかないとまた同じような結果が来年も待ってるということ、頑張ってほしいよね。だからまあそういうことが言えるね、はあ、まあ残念だったけ ですけど、でもまあ藤浪もなんか兆しが出てきた。そうです ね、うん、ね、もっと早ければよかったんだけどさ、能見の配置転換もいい配置転換したと思うしね、はい、これからだよ。これからですね、うん、まあ期待はしたいと思うよね。こっから、こっから、まあ、日本一の熱いファンがいるから、はい、そうっすよね、本当に。だから大丈夫、期待します、はい。